はい、こんばんは、山陽と申します。さあ、ということでね、今回はね、何をやっていこうかというと、ニコ動のね、収益化プログラムでしたっけの、登録をね、申請をやってみたいと思います。まずね、登録申請するとき、その一般の会員でもできるんですけど、プレミア会員の方が非常にやりやすいよということなんで、もう前回の動画でね、プレミア会員の登録はしました。まあ、正確に言うと、プレミア会員の登録をする実況模様は全然録画ができてなくて、データが残ってなかったんで、チラチラと喋っただけで終わってますけどね、このあたりのね、雑さもね、さすがうちのスターセールっていうところであるんですけど、今回はね、ちゃんとね、もう録画ボタンちゃんと押してる、大丈夫、うん、ということなんで、がっちりね、録画しながら、その収益プログラムの方の説明をしていきたいと思います。では、実際にやっていきましょう。ってことで、早速ね、登録の方していきたいと思うんですけど、これどこから行ったらいいかな、アカウント設定かなと思ったんですけど、まず個人情報がめちゃめちゃ出てきた。もうプレミア登録になってますね。こんな感じでプレミア会になってますよ、というところなんですけど、実はね、その、プレミアの、その、パートナーシッププログラムでしたっけ？いわゆる収益化プログラムの登録の仕方が、ちょっとね、YouTube とちょっと違うところがあって、なんて言ったらいいのかな？ YouTube ってチャンネルごとにその設定をするっていう感じなんですけど、ニコ動さんの場合は作品ごとにどうも設定をするっていうような設定らしいです。ですので、そのアカウントの方ではなくて動画の管理画面の方からできるみたいなんで、動画の管理画面の方にちょっと飛んでみたいと思います。そうすると動画の管理画面、これね、投稿動画、動画を投稿するっていうのがありますんで、これを開いてみますと、こんな感じでね、動画が出てきましたよということですね。で、これの動画をクリックしちゃうというのかな。ちなみにこの動画ガレージとか、このアナリティクス見れるところが、まあ、いわゆる YouTube バーの方で言うと、YouTube スタジオに近い感じって言ったらいいのかなと思います。で、試しにこう、伝説の動画、一番と再生数多そうなところからやったのか。この動画とかでできるかな。昔、懐かしいな、若いな。で、この動画を翻訳する。翻訳なんかとかもついてるんですね。説明文とか、まあ懐かしいね。昔、そういや、僕、ワンワンって名前でやってましたからね。ちなみに、寮でね、ワンワンなんでね、とある同人作家さんとね、全く一緒のあれになってますけど、実はたまたまなんですよね。なんでしょうね。寮っていう名前の人は、ワンワンって付けたい気くなるのかな。ね、っていうところとかありますけど、まあ、趣味、思考、性癖、めちゃくちゃ似てますけどね。で、動画投稿、どういうか、投稿管理でいいのかな。投稿者用メニューでしょ。動画情報の編集とかあるけど、あ、これだ！投稿者用メニューのところの、その他のところに、クリエイター推奨プログラムってのがありますね。これをしたらえば大丈夫です。ね。で、クリエイター、推奨プログラムの作品登録するには、コンテンツツリーの編集が必要になりますよっていうことで、コンテンツツリーなんですけど、これがね、一番最初に上げた動画なんで、これがオリジナル作品ですよっていう表明をしますよと、いうことでございますね。で、親作品はないよっていうことですね。自分が14年前に撮った動画ですからね。で、これで、この内容でコンテンツを作成しますよと。まあ、これも自分でね、まあ、せっかく見ると、撮っとるのこれ、査定してるのは、しまちゃんだったっけ？確かしまちゃんが撮ってくれてたんだよな。っていうような感じですね。オリジナル表明されてますと。はい。で、これで、クリエイター推奨プログラムっていうのを押すと、できるのかな。で、投稿動画一覧へっていうふうにしちゃって、で、これ、あ、とりあえずこれからやったかな？最近あげたやつ。で、これで、推奨プログラムを押したれば、受け取れる予想。この作品をプログラムへ登録しますっていうことですね。そうすると次へ、次のページ、ちゃんと見ますよ。ね、はい。まあ、こんな感じで、まあ、ざっくりとね、やりましたけど、こんな感じでだと。出てますね。なるほど、なるほど。で、了解の上っていうのを押したと、もうちょっとか。まだまだあった。ね。ちゃんと最後まで、見ないと、押せないようになってますね。あ、ちなみにこれちょっと赤字になってるところで、そう、ニコ動さんは、YouTube と大きく違うところで、楽曲の使用してる場合には、その楽曲利用のやつを、手作業でね、報告しないといけません。YouTube さんって、その、自動で AI 判定でね、はい、はい、音楽聴いてるんでね、はい、はい、自動的にも、権利はね、チャリンチャリンは、その、権利者さんの方に移しときますねって、勝手にやるんですけど、そのあたりが実は手作業、なんでね、そのあたりは気をつけないといけませんよ、というところですね。よし。
ね、こんな感じで、許諾楽曲の、検索とかがいろいろとできるんで、許諾が取っとるところだったらちゃんと使って大丈夫ですよっていうような感じの流れになってますということですね。で、よろしければこれを、完了しましょう。よし。で、今回はね、このあたり、実は、多分 BGM がこの動画とか流れてたと思うんですけど、この BGM は、あれですね、BGM に流れとったの全部フリーライセンスの音楽使ってるんで、問題なく使いますよという感じですね。この作品のコラボレーターを登録する。あ、コラボレーターはいないか。俺一人でやってるから。で、これで、登録がされたということですね。実はもうこれで、収益化のあれが完了ということなんで、めちゃくちゃ楽ですね。はい。っていう感じでございます。ということでございますね。ちなみにですけど、じゃあお金でチャインチャインしてくるのに、その税務署とかのあれどうするんやっていうね、ところとか、タラレバの話とか出てきますけど、基本的にまず、20万円を超えなければ、確か大事。大きな話にはなってこないです。まず、入ってくる額が20万円を超えてから考えればいいって思ったらいいらしいです。で、20万円を超えると、その、所得の話とかになってくるところがあるんで、そこから要は経費がここだけかかりますよ。だから、実際のその、収益の、いわゆる利益のところを計算するんで、いやいやいや、これね、今10万円もらいましたけど、8万円ね、動画作るのにかかってますから、そうするとほら、これの領収書があって、って、そうすると、収入は2万円ですよね、っていうふうになりますんで、その収入のところが20万円を超えると、いよいよその申告とかっていう話が本格的になってきましょうってことで、とりあえず入ってくる額20万までは全然、そんなあたりは全然タラレバの話になってきますし、20万円超えてきたなってなってきたら、そのあたりちょっとね、いろいろとその、まだその経費とかかかってますよっていうのをできるようにその会計ツールとかそういったのでね、全部領収書とか取っておいて、すぐにね、そういった申請ができるような体制を作っておけばいいっていうことなんで、まあ最初のうちはまだそんなにね、いきなりガッポガッポ入ってくると思いますよね。この所持とかっていうところで、確かこの点数が増えると、そのチャリンチャリンっていう感じの、プログラムだったはずになってるらしいんで、まあ、登録とかも非常に簡単にね、できますね。ニコ動さん非常に簡単なんでね、手っ取り早く始めるのは本当にニコ動の方がいいかもしれないですね。っていうことなんで、これはちょっと私は、先んじて、乗っかっていこうかなと思いますんでね。で、これで私プレミアム会員登録も終わったんで、今からね、どんどんこうやってね、古い動画をね、こっちの方にね、アップロードしてね、皆さんにね、楽しんでいただけたらなと思っております。ということで、こんな感じで簡単にできました。皆さんもぜひね、プレミア会員登録してね、ニコ動でもね、動画アップロードで、一緒にしてさ、たくまできたらいいんじゃないかなと思います。ニコ動の方に来た瞬間、私は14年目の子さんですからね、何してね、その辺のあたりね、ぜひね、ドーンと言ってね、ニコ動の方ではいたいと思います。YouTube 行った瞬間に、ああ、先生、死ぬの山田ですってなりますんでね、そのあたりはね、見事に、手のひらをね、切り替え、手のひら切り替え系ですからね、ニコ動でも、こう、あれでやってますね。どうもね、皆さん、楽しんでってくださいな。おほほほほ。そんなんやね。絶対叩かれるやつや。まあ、こんな感じで、これからもね、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。カラオケ配信なんかもあるんだね。へぇ。あ、ジョイサウンドと、こんな配信とかもできるらしいんでね。あ、これは。幻のカラオケ企画。うちのところも2000再生とか言ってたカラオケ企画はあったんですけど、いろいろとあって動画削除されるね、気味にあっちゃったんで、こっちの方で、そのあたりとかもやれたらなと思ってます、ね。いいな。うん、なるほどな。ニコ動だとこっちができるのか。へぇ。あなたにもいいですね。ということで、まあ、こんな感じのやつとかもね、またいろいろとね、チェックしながらね、面白いようになったらね、これは両方配信でね、どんどん動画の、ね、方をね、出していきたいなと思ってますんでね、ぜひ皆さんね、よかったらね、チャンネル登録とかね、そのあたりとかね、高評価とかね、いろいろとコメントとかね、そう、いろいろとね、いただけると嬉しいなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、この動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。